秋風と母、尾崎士郎。昼少し過ぎてから母の容態が急に変わってきた。妻が呼びに来たので、私が慌てて下の家へ降りて行った時には、母は敷きっぱなしになっている小さい布団の上に体をエビのように曲げてしゃがみ、絶えず息むようなうめき声を立てながら、苦痛に抵抗するために下腹部を激しくよじらせていた。いつもの発作が現れたのだ。妻は母の後ろから軽く背中をなで下ろしながら、すぐ医者が来ますからね、と言った。しかし近所の医者を呼びに行った妹はすぐに帰ってきたが、医者が往診に出かけた後で留守だった。4時にならなければ帰らないということだった。暑い中を急いで歩いてきたので、妹の顔は変に歪んで見えた。ちょうど1時だ。他の医者は町の通りまで出なければないし、それに複雑な病気なので、新しい医者に見せることも、ちょっと不安な気がするのであった。それじゃねえ、もう一度行って、4時になったらきっと来てくれるように念をしてきてくれないかね。私は小さい声で妹に言った。妹は黙って出て行った。風通しの悪い母の部屋は窓が開け放しにしてあるのに、熱気のために空気がよどんでいた。妹が出て行ってから、私はまた少し不安になった。母のうめき声が私の疲れた神経に挑みかかってくるのだ。母はこのまま死んでしまうのではないかという気がする。その感じは非常に静かに私の心の底に沈んでいった。私の頭の中には、母の死が私の感情にもたらす変化の予想でいっぱいになっている。まだか、医者は。うめき声の中から途切れ途切れに言う母の声が聞こえた。もうすぐですよ。もう一息ですよ。妻は汗びっしょりになって、両手で母の腰の上を撫でているのであった。今は1時だから、医者の来るまであとまだ3時間ある。私は不意に胸の上にのしかかってくる重苦しいものを感じて、まぶたが妙に熱くなった。慌てて妻の後ろから、俺がしばらく代わっていてやるからね。お前は車屋へ行って他の医者を探してきてもらってくれないかね。わざと元気のいい声でこう言いながら、私は無理に妻の後へ座ってしまった。母は私の手が代わって背中を撫でていることを感じたらしかった。もっと下の方を。母は口早にこう言ってから、前よりも一層激しくもだえ始めた。井戸端で妻が水を流している音が聞こえてきた。げっそりと痩せた母の体は、少しの力を入れると骨の位置が変わってしまいそうな気がする。急に、母はぐったりと首をうなだれたまま動かなくなった。背骨の両側の薄い肉がたるんで、不気味な感触が私の手のひらに染みついてきた。窓の前に広がっているイチジクの葉の青い色が、
真昼の大気の中で硬直したように動かなかった。母が急に両足を突っ張った。便器はないかの。便器はどこにあるかわからなかった。ちょっと待っておいで、探してくるからね。そいじゃあすまんがな、ここでやるからの。その声には何かしらの心のぬくもりが感じられた。私は不意に母が愛おしくなったのだ。母は腹を抑えながら息み続けた。便秘が済むと汗のためにねっとり湿っている寝巻きの裾をまくって花紙でお物を拭き取ってやりながら、一瞬間何か妻に対して悪いことをしているような気がした。もし妻だったら母はもっと遠慮するに違いない。自分は妻を出し抜いて目に見えない骨肉の親しみを盗んでいるという気持ちの中に、かすかな後ろめたさを感じないではいられなかった。わずかな便秘のために母は少し精気を取り戻したらしかった。それだけにうめき声は一層強くなった。それは彼女を押さえつけている肉体の苦しみからようやく跳ね上がろうとしている彼女の心を感じさせた。その微妙な変化を意識すると、私は急に老衰した母の死体が妙に不潔なもののように思われてきた。そこへ妻と妹とが一足違いに帰ってきた。さあ少し変わりましょう。妻は浴衣のたもとで汗を拭きながら私の横へ座った。私は布団のそばに丸めておいた母のお物を拭いた花紙をそっと隠すように持って立ち上がった。井戸端で手を洗いながら自分の体ににじみ込んでいる母の体臭を感じると、私は着物を脱いで体を拭き、裸体のまま庭を歩き回った。そこへ車屋が走ってきたが、やっぱりその医者も往診に出た後だった。3時少し過ぎになって近所の医者がやってきて注射をして帰っていった。注射が効いたのか、母はそのままぐっすり寝入ってしまった。薄暗い部屋の中に仰向きに寝ている母の顔は肉がげっそり落ちて、その頬の生白さが薄い能面のような感じを与える。母は今年58だ。してみると彼女はこの10年の間に恐ろしく老衰してしまったものだ。この10年間私は彼女をおばあさんと呼び慣れているので母だという気がしない。だから私の頭の中に時々ひらめくように通り過ぎる母についての記憶は子供の頃のことに限られてしまっている。中学を卒業してからの数年間を私は放浪して暮らしてきたので、母と会う機会がなかった。その頃から母の病気が始まったのだ。つまりその数年の間に私は母としての彼女を見失ってしまい、それと同時に母もまた人間としての進化を失ってしまったのである。
私は7つから8つまで横浜に住んでいる叔父のところへ養子にやられていたのである。岡崎から横浜までの長い汽車の旅を私は母と一緒に揺られていった。それは私にとって生まれて初めての旅行だというだけではなく、私の人生にとっての新しい出発であった。私と母とが腰をかけているベンチのすぐ前に一人の眼鏡をかけた学生が乗っていて、彼はほとんど絶え間なしに膝の上に置いたカゴの中からブドウの房を取り出しては食べていた。私が一眠りして目を覚ました時は、彼がまだブドウを食べることをやめなかった。それは不思議であるというよりも、むしろ私にとって一つの驚きであった。私はこの時ほどはっきり自分の成長を信じ、やがて自分も大人になれるに違いないという意識の中に憧れを感じたことはなかった。なぜなら私の母は、私が私の前にいる青年のようにブドウを食うことのできないのは私がまだ子供であるからということを教えたから。叔父の家に着いてから2日目の夕方、母は私を連れて町へ出た。そしてある一軒のおもちゃ屋の中へ自ら進んで入っていって、どれでも一番好きなおもちゃを買ってやろうと言った。私は母のそういう意外な行為の根端がどこにあるか知らなかった。おもちゃ棚の前を私は幾度となく歩きながら、とうとう非常に精巧に作り上げた軍艦を選んだ。その軍艦はゼンマイ仕掛けになっていて、座敷の中を自由に走り回るのであった。そのおもちゃ屋の店に並んでいるおもちゃのうちでも、おそらく最も高価なものの一つに違いなかった。それを指さした時、私は母の表情のうちに明らかにかすかな躊躇を感じた。しかし彼女の手は素早く帯の間から取り出した一枚の紙幣をおもちゃ屋の手に渡していた。その夜、私は軍艦を枕元に置いていつものように母に抱かれて眠ったのであったが、夜中に私は夢を見て泣き出した。目が覚めると枕元におばが座っていた。お母さんは？私は泣きながら聞いたのであった。その時おばが何と答えたのか覚えていないが、母はその夜のうちに田舎へ帰ってしまったのであった。その次の日から私は夜になると泣き出した。10日余り泣き続けたある日、私は母に宛てて手紙を書いた。カニが欲しい、スズメ欲しい。ただこれだけの文言であったが、私の頭に染みついている田舎の風景やさまざまな子供の遊びまでもすっかり母が持って帰ってしまったような気がするのであった。すると数日たって母から手紙が来た。それには、カニは近いうちに送るが、スズメは送ることができないから、木や電信柱に止まっているスズメを自分のものだと思いなさいと書いてあった。その手紙と一足違いに、私宛ての小包が届いたのである。それは頑丈な白木の箱であったが、ところどころに穴が開いていたので、叔父は不審そうな顔をしながら太い火箸で釘付けにされた箱をこじ開けた。すると中から
赤いカニがハサミをもたげて勢いよく飛び出してきた。カニは座敷の中を這い回ってなかなか捕まらなかった。おじはとうとう怒り出して、会館にいた書生を呼んで、カニをみんな庭へ捨てさせてしまった。田舎者って本当に気が利かないわね。おばも母の私に宛てた手紙通りに本物のカニが送られてこようとは思っていなかったのであった。それから一年たち、母が田舎から迎えに来た。おじからの手紙が届いたからである。どうしても馴染まないので、おじもとうとう私に顔を折ったのであった。母はまだ若く、あでやかに張り切った肉体を持っていた。その頃であったか、あるいはそれからずっと後であったか、私にはおぼろげな記憶しか残っていないのであるが、ある夜、母は薄い着物を着ていたから多分夏であろう。私は母と並んで田舎の家の中庭に面した縁側に立っていた。月のいい晩で、木立をめぐってくる風が何がなしに一脈の哀愁をたたえていた。もっとも、それは私のかすかな思い出の中に浮かんでくる情景であるが、その時母が急に庭石の上へ飛び降りたのだ。平べったい庭石を二つ三つ渡ってから、急に私の方を振り向いてじっと立ち止まった。私はその時の母の姿勢を覚えている。彼女は何者かに対して一つの死体を示しているのであった。私の目の前に立っている人が自分の母であるということを感ずるより前に、静かな胸の震えを感じた。私はそのまま衝動的に飛び降りて母に近づいていった。すると母は慌てて私を抱くようにしたが、急に私の肩を掴んでいた手を離した。すると私は声を上げて泣き出したのだ。なぜかと言って、いそいそ私から視線をそらした母の目の中に、私は確かに涙のたまっているのを見たのだから。夜になって母の発作はよほど収まりかけた。しかし彼女は激しい疲れのために寝そべったまま体を動かすことができなかった。その寝姿を見つめていると、私の目の前に迫りつつある母の死を思わないではいられないのだが、静まった後で母はいつも口癖のように、あんな時には本当に誰か来て殺してくれればいいと思う、というのである。その言葉は私の胸を突き刺す。なぜかといって、この薄暗い三畳の部屋で朝から晩まで小さい自分の体を持て余しながら寝そべっている母の生活が、どうして彼女の死以上のものであると言えようか。彼女の余生の中に残されているものは一つもないではないか。数年前まで母は兄の家に暮らしていたのであった。その頃兄の家は郊外の広々と開けた平原の一角にある村落の外れにあった。ある夜、数年ぶりで私はその兄の家を訪れたのだ。私はその頃下宿屋から下宿屋を流れ渡って暮らしていたのであるが、兄は彼もまた就職の塔を失って
田舎から持ってきた気質の書画やヤクザな家財道具を売って暮らしていた。立て付けの悪い格子戸を開けて入っていくと、兄が真っ青な顔をして出てきた。彼の目は何か恐ろしい狂変を前にした人のようであった。どうしたの？いや、と兄は口早に言っただけで、次の部屋に入り、机の上に置いてある酒瓶から冷や酒を煽るように飲んでから、俺は自分で自分がわからなくなった。こんな生活を誰が一体押し付けたんだ。俺はもう少しで気が違いそうだ。家の中はひっそりとしていた。部屋の隅に床を敷いて寝ている兄嫁のそばに仰向いて寝ている子供は、目を開いてじっと兄の方を見据えていたが、その目は未知の運命に対して怯えているように見えた。私がそのまま立ち上がって行こうとすると、兄が後ろから鋭い声で呼び止めた。待て。俺は今お前におふくろと話をしてもらいたくないんだ。なぜ？俺の心はおふくろに対する憎しみでいっぱいになっているんだ。そりゃ苦しい時には死にたくもなるし、実際死ぬことができたらその方がいいに決まっているさ。しかし、もしおふくろを自殺させたとしたら、俺は一体どうしたらいいんだ。おふくろには自分の死骸の前に立っている俺の姿が見えないのかな。自分の苦痛につながりを持っている人間の姿が。私は黙って兄の前に首をうなだれていた。何事が起こったかということを知った。部屋の中は妙に嘘寒く、私は自分の心にピシピシとなる目に見えない運命の鞭を感じた。今母の寝姿を前にしていると、その記憶は遠い昔の出来事のようでもあり、たった今私の眼前を通り去った情景のような気もするのであった。その回想は私の心にいつ同じことが起こるかもしれないという恐れを運んでくるのだから。夜中に妻が私の書斎に入ってきて、母の発作がすっかり静まって大変気持ちも軽くなったらしいという話をした。それから妻は声の調子を落として、不意に心細いことを言い出したのよ。自分はね、死んでから葬式をしてもらうよりも生きているうちに葬式をしてもらいたいってね。そのことをあなたに頼んでくれというの。その葬式というのがおかしいのよ。田舎にまだ生きている自分を養ってくれた乳母とね、それからうちの尼寺の坊さんを呼んでね、いろいろなものを食べたいんですって。その話を聞いておばさんと一緒に笑っちゃったのよ。その話に釣り込まれて私も思わず笑いかけたが、急に一筋の冷たさが心の底から昇ってきた。いくら遅くってもね、今年の秋までにやってもらいたいって。妻は明るい語調で言った。しかし今年の秋までおふくろは生きているだろうかな。こう私は独り言のように言いかけて、思わずドキッとした。窓越しに見える雑木林の梢になる夜風の冷たさを不意に感じたからである。
下の家の薄暗い明かりが曇りガラスに染みている。母の部屋から何かしら冷たい気流が流れてくるような気がする。